桜子です。よろしくお願いします。イエーイ。はい、最後までこのテンションでいきたいと思います。あゆみです。頑張ります。イエーイ。はい、右だけやばいの16歳のタンコトコのほのかです。よろしくお願いします。イエーイ。マイリンこと奥村マイリン、高校1年生です。よし、やりきった。イエーイ。はい、お便り募集してます。メールは、めそこはいいや、はい、メールは hime@rnb.co.jp、hime@rnb.co.jp。 イエーイ。たくさんのお便り待ってます。イエーイ。冬の合宿スペシャル情報。イエーイ。はい、姫キュンと行く初詣バスツアー in 淡路、2日間by阪急交通社ということでね。はい、先週はほにゃららほにゃららと言ってましたが、ほにゃらら、今多分川の江文化センターの方で、まあ、発表されてた。そうそう、あの、いや、まだね、正式発表は多分なんていうかな、後半だけども、もう会場で配ってんのよ、チラシを。チラシなんかあるんや。え、今なおですか。なおですよ。なお公演してるな。あ、じゃあ行ってない人ももう分かっちゃってるじゃないですか。本当ですよ。だからそれだから時間差で今発表したわけで。時間差じゃないじゃないですか。で、まあええやないか。5時半に分かってるとかいうわけだ。まあええやないか。淡路、淡路、淡路、淡路って何なの？淡路のね、あのね、南淡路温泉かな。淡路って何県ですか？温泉泊まりますよ。兵庫県かな、香川県かな、よくわからないな。兵庫と香川。兵庫県です。本州か四国か。で、もう当然チラシが発表になってると思うんですけども。コンピラさんで初詣です。コンピラさんって前の家の近くにもある気がする。コンピラさんって美味しそうやね。あのなんか坂みたいな登るやつですよね。どこもそうですね。あれすごく坂が多い、ね、あ、たくさんあるんですよね、コンピラさんって。金色のお守り買った。あの、とても有名な、で、あのパワースポット巡りとかね。わあ、好きです、そういうの。なんかあれですか、頭撫でたら頭が良くなるみたいな。マジ、ないかんやん。え、ほのかに言われたくない。違うよ。まあまあまあ、まあ、いいね。ね、今回はいつもバスツアーとか平日だけど、そう、土日なんだね。ね、あんちゃんいつでしたっけ。2012年の1月14日と15日の土日なんですね。学生とかの皆さんもぜひ来てください。年明けて間もないね。そうね。まあチラシを見てる人はびっくりすると思うんだけど、募集人員300名でございます。どうやって行くの。バスツアー、じゃあ8台7台。え、すごい。じゃこのラジオを聞いてる人はみんな行こうね。ですね。そうだね。強制参加だね。聞いちゃったからにはみたいななるね。姫キュンと一緒に楽しい初詣を過ごしましょう。予約受付はネットと電話にて、でもその申し込み開始日は来月の某日、その日がいつなのか、まだ内緒です。はい。私たち姫キュンメンバーとラブラブ、パワースポット巡りしちゃいましょう。しちゃいましょう。ごめん、なんかちょっとテンションついていけなって。ダメだよ。わかった、盛り上げね。防備って合ってるんですか、防日じゃなくて。防日ですね。バカや。どっちでも一緒かな。同じや、まゆと。うちもわからん。まあまあ、でもどうですか、初詣、ファンと一緒に。初詣、でもその300人と言ったらちょっと、めっちゃ絡む時間とか多いやないですか。絡むにします。着物着たいです。あ、着物で。振り袖。いやいや、それは大変やろ。あ、まあ確かに、着付けさん手配しなきゃいけないから。向こう300人撮影だけするとか。いやいや、最高がね。そう、ツーショットとか。あ、じゃあおみこさんになりたい。ああ、思った。ああ、いいね。よくないですか。で、ツーショットとかね。いいね。もう決まってる企画をいろいろまたさい。はい、ごめんなさい。まあでもね、すごく楽しみにしてください。面白いことを待ってます。楽しみ。たくさんの応募待ってます。待ってます。イエーイ。
残念ながら生放送じゃなくなりました。ごめんなさい。はい、9月25日日曜日はキスケボックスでイベントをしちゃいます。題してキスケ丸ごとフルーツボックス。イエーイ。明日ですね。明日、はい、イエーイ。カラオケ駅前店では私たち姫キュンプロデュースの秋スイーツを受付で注文してくれたらなんと姫キュンと記念撮影ができちゃいます。イエーイ。パシャパシャ。はい、そしてボウリングでは私たち姫キュンチームとスコアを競ってもらい、うん、はい、スコアをね、うん、競ってもらい、うん、はい、姫キュンチームに勝つと記念撮影や記念品がもらいたいます。マイルに勝つのは余裕やです。余裕だけど も,、うん、で, も, けども でもね、事前にね、うん、予約は終了しました。ごめんなさい、当日参加はできませんのでそこのところよろしくお願いします。はい、ごめんね。観覧は自由なんで見に来てくださいね。はい、キスケの湯では2011キスケカラオケグランプリが開催されます。通常の入浴料で観覧できますのでぜひ来てください。待ってます。そしてもちろんね、うん、私たち姫キュンと姫キュンプロデューサーで審査員をします。来ちゃいます。はい、そしてそしてキスケボールでは姫キュンのミニライブもあります。イエーイ。詳しくはキスケホームページを見てください。はい、チェケラ。9月25日日曜はキスケ丸ごとフルーツボックス、ぜひキスケに遊びに来てね。連続で定期公演やっちゃいます。まず10月1日土曜日定期公演 5.0 2年目のご挨拶。そしてそしてあーちゃん、はい、10月2日には10月2日には定期公演 5.1 今日も来てくれてありがとう。ありがとう。みんなありがとう。お母さんにほのかな。はい、10月クレンズ時切り直して、はい、はい、10月9日、うん、日曜日定期公演 5.2 秋の大収穫祭だよ。イエーイ。イエーイ。芋炊き、芋炊き、うん、しないから。10月10日待って待って、もう一回、はい、何今の10月10日、うん、はい、体育の日定期公演 5.3 体育の日だよスペシャル。イエーイ。いずれも会場17時30分、開演は18時からです。はい、あのね、10月10日ね、うん、ママの誕生日おめでとう。10月3日ママの誕生日。マユリンママは10月3日ね。ママ1月。お母さん9月。あれでもいい。どうでもいい。はい、ということで10月29日土曜日はね、聖カタリナ大学大学祭、あと聖カタリナ大学ということで学祭ですよ。学祭、何回行ったかな。何回行ったかな。川原学院の規定だから3回目か。盛り上がるし、あと漫才もあります。おー、ステージがさ、大きいよね、学祭って。めっちゃ楽しいよね、学祭ね。なんかそう、学生たちがこうみんな、ね、まあね。何今の当たり前のこと言ったらしい。なんかさ、あの川原の時はモニターとかもあったよね。そうだったね。すごい、うん、すごい楽しみ、うん、はい、はい、16時からということで入場は無料ですが、はい、整理券が必要です。詳しくは公式サイトをチェケラー。チェケラー。イエイ。どうですかみんな、結構10月は定期公演だったりね、こういうライブが広島になってる。定期公演好きなんで。今イベントずっとないからね。ねえ、会いたいよ。踊りたいし会いたいし、ね、踊りたいんだよ。歌いたいんだよ。でもさ、あれよね、レッスン、そのために今レッスン頑張るよね。めっちゃしよるね。なんかあの、ね、合わせるのね。そう、大変。合わせを頑張るよね今ね。そう。ね、でね、うん、こう、うん、何？背筋を伸ばして。猫背だからね。猫背ね。そう。私が今ね、夏休み頑張ってし、うん、夏祭りの頃よりいいものを見せれるように頑張ります、まあね、頑張りますよ。そうそう、ね、あの定期公演をどんどん重ねていくっていうのも大事だし、うん、あのまたこの後東京に行ったりするんですよ、うん、俺は、そのためにも秘密です。あー、でもなんかどうした、何2人バージョンの声を追加した。あー、久しぶりにね、
ください、させてください、させてください、させてください、ないよラジオで頼むってどんなラジオな。もう、はい、あ、そうそう、あとね、はい、忘れてました。何ですか、明日、はい、まあ君たちがキスケボックス頑張ってる時に、うんうん、ナノキュン、はい、あゆまゆの2人がお魚広めたいとして、なんと大阪に、いいな、大阪でお魚をしたい、行っております。これちょっと改めてここから、はい、漢字が大丈夫ですかね、うん、大丈夫です、はい、大阪、何これ、大丸か、うん、大丸梅田店でキャンペーンをしてます、うん、愛媛の広、なんだこれ、お魚品、ファイト、特産品を PR します。いや、特産品は読める、ちょっと過剰書きだったっけ、あの字が汚いと言いたいんですけど、すごいね、大阪、3時からとね、3時からなんですよ。でこれラジオね、これ愛媛県しか見れ聞けてないんですけども、うん、誰か大阪にお知り合いがいた、いる人はいます、ぜひともぜひとも、今すぐ電話を、ナノキュン見に行ってって言ってください。はい、はい、いいね、よろしくお願いします。お願いします。はい、曲紹介、サードシングル8分の1のブルースです。イエイ。から提案いただきましたということでね、うん、まあ
私らの勝手な妄想話をねつらつらと言っていこうということで、ね、こういうシチュエーションっていう設定のもとみんなで妄想していきます、うん、イエーイ、イエーイ、やばい、はい、じゃあまずはですね、うん、告白されたいシチュエーション、あーどうですか、どうですか、ほのか、ほのかですか、うん、ほのかは、うん、何何何まだ決まってない、なんそう、なんか告白さ、うん、さ、うん、なんや、告白されたい、されたら嬉しい、うん、とりあえずとりあえず嬉しい、何でもいいけど、いいけど、なんか気づかん、自分が気づかん、なんかうち、うん、なんていうかな、さりげなく、え、それ告白やったんみたいな感じがいいかなと、え、でもそいつ最後まで気づかんやん、分からんやん、教えてくれたらいいの、うん、呼び出して、なんか呼び出して、ほのか好きだとかはいい、ほのか好きだ、毎年あれ、うん、メールとかは嫌、これは信用できんよね、誰かが送っとったり、いろんな人に告っとる可能性もあるもんね、ああいうのね、メールはよくわからない、前よりはどんなんがいい、前は絶対どんなんとかはないけど、うん、とりあえず直接か電話がいい、あ、うん、なるほど、声とかで伝わるしね、うん、電話とかね、うん、されてたら、うん、なんか、なんか何、うん、なんて言うんかな、なんて言うん、わからない、くださいみたいなのは嫌や、いや、敬語は嫌、付き合ってくれみたいなノリ、そう、なんかそう、上から俺様がいいよね、付き合ってくれとか嫌、あ、うちね、うん、俺にしとけよって言われた、あ、やばい、Sめっちゃ Sやん、あちゃんはうちね、なんかさりげにされるのが好き、なんか好き、いや、どうなんや、知らんけどね、うん、なんか、なんやろ、なんかね、うん、どっか行くとするやん、うん、でこれをね好きな人に見せたかったよねとか言われて、あ、そうなん、うん、え、みたいな、ああそうやって気づかない、流しといてからよく考えたらえみたいな、え、待って待って、それうちみたいな、そういうのがいい、あ、よくない、なんか、え、でもそれごましとか言えんくない、なんかそこでえってなって、やす、なんかそのそこでやったその男の人が告白ちゃんとしてみたいな、え、そこで俺にしとけよって言われたらどう、あ、やばいやばい、俺にしとけよね、え、それからなんか付き合おっかみたいな、よくない、嫌だよ、なんか付き合うっていう意味が分からんのよね、前は、まあ、確かに、ね、それは思うよ、まあ、それ言ったらラチあかんから、まあね、確かにね、好き同士でも別に付き合わなくてもいいじゃんみたいな、あ、確かにそれ分かるかもしれない、うんうん、え、それやったらでも一生結婚できんよ、分かるよ、そう思う、まあ、マジで君たちが付き合うっていうのはどういう基準なの、付き合うイコール何なの、分かる、両思い、両思いでも付き合うんでいいと思うのか、あ、確かにそれをなんか付き合うと両思いってなんか違う、ね、え、でもなんか両思いっていうのはじゃ分かってるけど付き合わんみたいな感じ、それがいいと思う、それが良かったり一番いいと思う、それなんか付き合うってなんか言葉って感じですよ、なんか分からんけどなんか、うん、そう言葉よね、なんか付き合ったり、でも付き合ったら縛っとる、縛りつけてしまうって、うん、そうやって、うん、楽な感じがいいよね、うん、いやけど友達以上恋人未満、うん、みたいな、と付き合ってないじゃん、いや付き合ってない量もでも前思うやけどね、いや告白とかと話されるけど絶対、うん、両思いより片思いの方が好き、うちも、ね、なんか追いかける方が楽しいと思う、うん、あ、それよく言うよね、なんか、うん、両思い、友達も言ったけど両思いになった途端なんか、うん、なんか違う、冷めるやろ、あ、うん、多いよ、そういう子多い、多い多い、なんでやろうね、女の子追いかけたいタイプなんかな、うん、いやもうなんか両思いとか並んでいいけん見ときたい、とりあえずなんかもう自分の中でいいようにいいように妄想されていくけんね、そうそうそう、悪いところも見んでいいやん、そうそう、ね、走る速い人いくない、あ、やばい、そうだよ、そうだよ、キュンキュンスポーツできる人いね、てかなんかずっとタイプにずれてきてもらう、じゃあシチュエーションチェンジ、うん、チェンジ、今度はね、自分が告白するならどんなんがいいの、うん、え、できんと思う、わからん、うちもできん、絶対できん、前ね、うん、まあ、告白できんけどね、うん、絶対メール、いや、自分がされて嫌なことするよな、なんかは、でも、そういう意味じゃなくて、うん、あ、そんなできんと思うけど、うん、メールやったらできる、メールやったらできるよみたいな、相手嫌なんやない、ね、自分メール嫌やのにね、それさ、返事こんかったらどうする、あ、いや、一番嫌や、多分前ね、携帯を放り投げてね、うん、多分隠れとくんよ、うん、例えば今さ、自分から例えば付き合ってなのかのメールするじゃない、何分後に帰ってきてほしい、その家族、すぐは嫌、すぐは嫌、時間後なのか1日なのか30分、え、1日空けていいんやけど、あ、でもなんかね、嫌やね、うん、嫌だ、だってそう、時間空けてさ、なんか友達と相談されとったら嫌やな、あー、確かに、やっぱメールが告られたやって、うわー、どうしたらいいみたいな、怖い、友達、怖い、そうそうそう、
そうそうそう、それだってめったにあんな可愛い子からここやれんで付き合っとけやみたいな絶対嫌やねだからね、メールって危険やね。待て、自分がするって言ったの？メールするんやなかった？絶対自分で告白できる、みんな。せえ、夜寝てますもんよ。待って、じゃあするとして、うん、する、もう絶対せないかんという手で、うん、どういう告白をしますか？多分、うちね、なんか、うん、その、ずっと好きでしたって言いそう。そのずっと言えんくて、でしたって言いそう。でしたって言ったら過去に捉えられる。そうやっけん。過去や、なんか、まあ、その卒業する先輩とかやったらするやん。うん、とか、なんか、どっか行く人とかやったら、ずっとそれまで伝えれんかったけど、実は好きでしたって言って、すっきりさせて終わらせたい。いや、でもそ、ね、そこからの、じゃあ付き合うかを期待しとんやって、どっか。もうね、俺も好きやったって言われたいみたいな。でもそれ離れ離れになるやん。離れ離れ。だから計算だか、あーちゃん。ないけどね、それ何も考えてない。普通好きとか言えんと思う。言えん、うちも言えん、多分。好きも言えんけど。どういうことだろうね。友達とか、なんか、なんか沈黙で終わりそう。でもあれかも、友達に伝えてもらうかもしれない。一番だよね。一番だよね。でもさ、だって、答えさんにもし伝えてもらうとしてみ、もらえるね。どういう風にもらえるか。使わんとかやっぱ。僕使ったら多分すごくいい形で向こうに伝わると思う。絶対大事。前世から好きでしたみたいな言いそういやだから前売りからそのね坂井さんって言えないから僕その男の子呼び出して高校を伝えてでこんなに思いがあってこんなことがあってこんなに好きだからちょっと話してくださいいやーそれ振られた時絶対気持ちなんでだってちょっと一世代遅い古いもんなんか言い方とか、まあ、坂井さんを考えることが悪かったなんかさお便りとかでさ欲しくない自分が告白されるならどんなんがいいとかされたいシチュエーションとかねあーかメール待ってます待ってます先週からしようねえ先週から年々メール待ってますねえ、うん、いいよね他なんかない恋バナ恋バナなんかそうですじゃあ例えばこっちから質問するんですけど、うんはい、例えばあなたが、うん、まあ日は恋愛禁止ですけども、はいまあ、付き合ってる彼がいたとして、はい、その彼に誕生日プレゼントで何がもらいたい、うん、もらいたい君の誕生日君の誕生日に何をしてほしい何をもらいたいおそろい、うん、おそろいなんかあの手歩くってほどは嫌やけど手歩くじゃなくてなんかアクセサリーとか指輪とかあ欲しいネックレス欲しいネックレスはいいねネックレス男の子もつけるってことなんか男用のあるんじゃないですか、ね、長めの多分うん分からんけど、なんかリングになったんがいいねなんかネックレスにもおしゃれやね大人っぽいそういうのへいいよねアクセ以外やったらなんやろ靴お母さんに買ってもらった欲しいだけやろ今欲しいだけやろアクセサリー以外でもなんかなんかどっか行きたいうちあ何でもいいけどアクセサリーがいいかなあれは身につけれるもんがいい香水とかそうそうあーいいねああでも高かったら嫌や自分の好きな匂いはあげてるはい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 うちねずっとなんかねこう妄想しようやけど、うん、そうなんかあの出かけて、うん、あのコーディネートをお互いするのあそれ思ったそれいいそれしたいよねじゃあその締め悪かったらどうするのこれ着てみたいなこれチョイスそれみたいなあ、え黄緑色のなんかレギンスみたいな。いいじゃないですか。緑なんやったら、そう。緑と赤クリスマスみたいな。いや、でも そんなね、コーディネートしてもやっぱ好きみたいになるじゃないですか。それはいいんじゃないだから、誕生日のデートなんでしょ。そうそうそう一緒に行って、で一緒に服買って。彼のお金で買ってもらって、で、彼の分も彼が出してくれるでしょ。なんか、でもね、当てられてもできるじゃん。前、あれ嫌なの、ロマンティック嫌。嫌なのうん、なんか、計算してますみたいな嫌。えでもなんかあれよ何、うん、ずっと欲しかったものがあって、うん、でもそのなんか彼というかには言ってなくてでもなんか知っとったみたいな、なんか知っとって、うん、それもらえたなあーいいね、うん、それとかなんかさ普通に何気に店行った時にあこれかわいいとか言ったのそうえぇーめっちゃ2個でもベタやないめっちゃベタドラマとかであるよね、うん、それベタやけどでもいいよね俺のこと古いってこと十分君らも古いで前は今どき前は今どきよ多分うちらなんかリアル系で現在進行形でしてないけど分からないからねドラマの影響が大きいよねそう思うよねさっきの、まあ、あーちゃんのさ何あのそう旅行行ってさこれ好きな人と行きたかったんだってあんなお前シナリオで書いてみ絶対ボスだからね古い旅行行きたいのあこれ好きな人に見せたかったなみたいなあーなあああああ古いって言うけどさ君なら一番ベタやっぱロマンチックはいいな多分うーんうちすごい単純他のなんか話題じゃあね今度は
まあ、これも恋人がいるとして、うん、多いな妄想恋人どこから、なんて焼き餅を焼く、つまりあなたの彼氏が、どこからがあの浮気か、そうそうそ う, そうあなたの彼氏が別の女の子とカラオケに行きます。それ浮気なのか、それ前なんかしたよね、覚えてる。私別に何してもいいんですけど全然、え手繋いでもいい、うん、手は繋がんやろ別に。だってでも女の子と二人で遊ぶご飯行くんとか別に二人きりが嫌。うちもあんま好きじゃない。でもそれが本当に友達ならいい、幼馴染とか。ああ、幼馴染やばいじゃないシチュエーション。ああ、そっか、二人きりは嫌、同人数とかやったらいいけど、これ妄想しにくい、これ、ま、た妄想じゃないね。もうちょっと妄想膨らむやつないかな。別のネタ考えて。妄想、デートプラン。あ、じゃあデートプラン、じゃあそうそう、初デートはまあいいだろうけど、例えばよくほら女の子で1ヶ月目2ヶ月目3ヶ月目ってデートしたりするじゃん、記念日って。あ、記念日。じゃあね、3ヶ月目は何してほしい。まず1ヶ月目は何する。そう、それで考えて。なんか別に1ヶ月目はなんかどっか遊びに行く、ラフな感じでプリクラ撮ったり、そうそうそう、かわいいね、そういうの。2ヶ月目はご飯、うん、ご飯そう、今までちょっと高いところで、ちょっとおしゃれなんて、全然そこどうでもいいわ。そう、ご飯おしゃれじゃなくていいや、なんか気合い入れないかんや、そんなの。気合い入れよや、絶対楽しいってそういうの。3ヶ月は、うん、あれ行きたいんだ、四国カルスト。何それ。あ、行ったことある、ね、なんか星が綺麗。あ、星いいね、好きなんだ。やばい、遊園地とか行きたい。行きたい、ね、大人になったらディズニーランド行って、ディズニーシー行きたい。大人になったら今でも行けるやん、行きなさいよ。大変よね、ここから。あ、ディズニーシー行きますよ。あ、どうでもいいって、どうでもいい、修学旅行じゃなくて、その、なんかデートで、あのカップルでよくおるやん、シーとか。あ、そこは最高ですね。東京とか行きたい、旅行したい。旅行したいよね。あ、旅行いいね。3ヶ月早くない？3ヶ月早いね。ダブルで、それはやばい。ちょっと親としては許せんね。ぷっぷん。誰？誰出てきた今。マジ誰？まあまあ、まあ、みんな一気にテンション下がったね。いいよ。なんかもう。テンション上げようぜ。好きな人と一緒ならどこ行ってもね。多いよね。それはまあ、じゃあそういう結論で、好きな人が一緒なら、どこでもいい。はい、ベタでした。はい、じゃあそろそろ終わりの時間が近づいてきたので、スタッフの紹介をします。企画と構成、酒井直之、取材&ディレクター、西村 M、プロデュース、南海放送、日野聡。ということで、ラストの曲、いっちゃいます。はい、せーの、ひまわり。はい、恋バナならどんな時間でも話せます。まゆりでした。楽しかったよ。久しぶりに恋バナに花を咲かせました。楽しかったです。あゆみでした。はい、さくらこです。久しぶりのラジオだったんですけど、ウィットくん、かっこほのかがいっぱいで癒されました。じゃあ来週も聞いてくださいね。